東は秋葉原からスタートですね。で、リサちゃん、電車乗っちゃダメですよ、秋葉原、秋葉原。今日のお目当てはここ。はい、私は今秋葉原のタワーレコードに来ております。今日はグライドハウスマガジンの103号の発行日ということで、どんな感じになっているかちょっとお見せちょっとできないんですけど、ゲットして皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。次、高崎のチャルちゃん。はい、はい、あ、中継つながっております。現場のナルチャロスです。はい、高崎からお送りしております。はい、あ、あれ、電波悪いんですか。はい、あ、ですね、私は、イオンモール高崎店へ先ほど、まあ、今行ってきた帰りなんですけれども、紫スポーツさんへ、グラインドハウスマガジンをゲットしに行ったところ、まだですね、おそらく強風や時差の影響かとは思うんですけれども、まだ入荷がちょっと確認できず、まだゲットできていない状態となっております。ですね、また後日ですね、改めて、イオンモール高崎店さんの中にある紫スポーツへ、お邪魔させていただきたいと思います。はい、あ、はい、はい、あ、渋谷の綾乃さんと中継がつながっているということな、あ、綾乃さん、そちらはどうですか。はい、私は今渋谷のタワレコさんに来ております。向かい側にラッキーチャーされてますが、もう揃っております。そしてね、向かい側のこちらにもいっぱい積んであります。いっぱいあるけど早いもん勝ちですね。はい、ぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。はい、次は同じく渋谷のハルナ。はい、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 こちら現場のハルナでございます。こちら今渋谷のですね、紫スポーツに来ております。なんとこちらにグラインドハウスがございました。で、立ってもなかったでも噛み暴れちゃいますね。他にもこんなお店でグラインドハウスマガジンゲットできちゃうんですよ。ここで現場のチャロさん動きがあったようですよ。どうも、ですね、その後、紫スポーツイオンモール高崎店でグラインドハウスマガジンをゲット、無事ゲットいたしました。イエイ。はい、よかった。なんで、皆さんもですね、群馬の皆さん、高崎の皆さん、こちらの紫スポーツ、あ、逆になっちゃってますが、そう、紫スポーツ、イオンモール高崎店の紫スポーツに、はい、ぜひご来店していただいて、こちらのグラインドハウスマガジンをぜひゲットして帰ってください。はい、ナルチャロスでした。カニタモツ町